どうも、ちでーす。はい、今回もですね、こちらプレミアムボックス確率アップの方を引いていきたいと思います。で、いつも通り狙っている粒はこちら、雪の女王エルサ、邪悪な妖精マレフィセント、プンバということで、この雪の女王エルサとか邪悪な妖精マレフィセント、特にマレフィセントの方を狙って引いていきたいと思います。で、前回ですね、2体つむつむがスキルマンになりまして、こちらの邪悪な妖精マレフィセントと雪の女王エルサの確率が変わりました。 11.41% ですね。あと今回はプレミアムチケットを5枚もらったので、これを使うのと、あと5枚だけじゃちょっとね少ないので、僕別で30万コイン貯めておいたので、合計15回引いていきたいと思います。じゃあ早速行きましょう。さあ、まずはチケット5枚からですね。もうね、とことん引いておきたいからね、もう今回も全部入れます。あー、なるほど、ヘラクレスからですね。まあこの間のマレフィセントがスキルレベル5になったんですけど、まあね、できたらね、それ以上にもうちょっと上げておきたいところではありますよね。はい、ジーニー来ないな。前回はすごい来たんだけどね。お、ブルーフェアリーがもうちょっとでスキル5。さあ、どんどん引いていきましょう。次はどうだ。おお、でもエンジェルもようやくスキルマンに近くなってきた。はい、チケットラスト1枚。さあ、どうだ。じゃじゃん。来なかった。ジェシー、おお、ジェシーもうちょっと。いいね、なんか今日来ないね、全然。大丈夫かな。よいしょ、どうだ。あー、クルーズラミレス来ない。いやー、一体ぐらいでいいから出てくれないかな。お願い。うわー、来たー、来ました。スキル5の 5%。 いいね、いいね、いいね。マレフィセント出ました。次はじゃじゃん。おー、エルサもうちょっとでスキル5。もうちょっとでスキル5。ちなみに今回は邪悪な妖精マレフィセントをセットして引いてます。さあ、どうだ、次。じゃん。あー、なんかラミレスすごい出るね。できたらね、エルサもねスキル5まで持っていきたいんだけどね。いや、これきついかな。4で止まっちゃうかな。じゃじゃんと、うお、来た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 。あと1体か、これは。あと1体かな。うわー、1体来たからないかな。そしたらね、エルサも、どうだ、あー、来ない。マレフィセントもどっちもスキル5なんだけど、スベン。来ないかな、来ないかな。あと4回。さあ、どうだ。じゃんと、あー、来ないね。ティモシー。いやー、あと1体でエルサもスキル5。いきます。さあ、どうだ。カモン。モアナー。あと2回になっちゃった。うわー、スキル5まではいかないかな。さあ、どうだ、来い。お、あ、もうちょっとだった。サリー、スキル5の 60%。 サリーもなかなか育たないね。最初の方から持ってるんだけどね。ラスト、早い、一瞬で溶けた。最後いきます。さあ、今月最後は誰だ。サリーか。なるほど。はい、というわけで惜しかった、エルサがスキル5にならなかった。まあいっか、とりあえずね、あの出すだけ出すことできたので、まあよしとしましょう。はい、これで今月の新ツムのガチャは終わりたいと思います。で、来月なんですけど、キングダムハーツ3にちなんでまた来るのかな、あのシリーズが。なんかね、そんな噂が流れてるんですけれども、実はね、僕ね、キングダムハーツに関してはね、今までいいことがね、全くないんですよ。っていうのも、最初かな、空と陸が出た時に、その時、コンプリートしてたんですよ。フルコンプリートしてて、空と陸が来た時に、陸が出なかったんですよ。で、最後、確か確率アップ、してない状、してる状態で陸が出なくて、もうしょうがないからって言って100万コイン貯めて、確率アップしてない時にも引いたんですけど、でもそれでも出なくてダメだったんですね。で、その半年後になんか再登場して、陸は
ゲットすることができたんですけど、今度その後またキングダムハーツで、アクアとカイリーっていうキャラクターが出たんですね。で、その時も今度はアクアが取れなかったんですよ。で、この時もね、つむつむ自体はもうフルコンプリートした状態でした。でもアクアが取れなくて何回もやったんですけど、結局最後取れなくて今に至るんですよ。で、ちょうどあれから半年ぐらい経つのかな。はい、だからね、もしかしたら来月再登場する可能性もあるので、もしかしたらコンプリートできるのかなっていうちょっと淡い期待を持ってますというのと、あとキングダムハーツ3に関して僕運が全然ないので、まあね、もしね、その時にその今言われているキャラクターたちが来月出てきたら、もう本気でぶっ込んでいこうと思います。もうガチでいきます。はい、というわけで、またコイン稼ぎの方しておきたいと思います。まあ一応ね、新積むの時はね、いつも30万コインで出るまではやりますので、まあその感じでいきたいと思います。じゃあ今回はここまで！チーでした！まあまあまあ、今月は引きました。今月はだいぶ引いた。じゃあ来月リベンジできるかどうか願って待ちましょう。